でも体が普段より柔らかいのが分かります。はい、今日は寝ちゃいますね。よく眠れそうですね。やっぱり体がほぐれると眠くなりますよね。多分凝ってるから疲れててもよく眠れないんですよね。はい、した日なんかだと、もう夜、眠くて眠くてしょうがないし、朝も次の日なかなか起きれないですよね。そうですね、ぐっすりですよね。ぐっすりですね。しっかり寝ると疲れがすごい取れますよね。そうですね、やっぱりその夜中何回も起きるよりは一発でね、朝まで行っちゃった方が疲れ具合もそうだし、その頭のすっきり感も違いますね。違いますね。なんか良くないの分かってても、眠れないとついスマホ見ちゃったりして、そういう悪循環なんですよね。ちょっと痛いなぐらい。今までとあんまり圧自体は変わってないですよ。ですよね。体が受け入れ許容力が広くなってますね。気持ちいいです。なんかいい感じです本当に。はい。いやすごいね、ドームサウナ。すごいでしょ。無理なく。はい、入るから効果も早いし高いなって感じがします。いや、あと一番はやっぱりその気持ちいいですよね。気持ちいい。今日が今までで一番やりやすいかもしれない。ああ、ですよね。自分でもそうだろうなって思います。痛い右の方が痛いな。今お子さん何キロぐらいになったんですか？超でかいです、うちの子 9.5 ぐらいあると思う。でか、お前8キロって言ってたのに、なんか大きくなってる。スピードが速い。なんかね、そんな食べてないんですけどね。今何ヶ月ですか？今ね、7ヶ月。7ヶ月。ずんぐり、むっくりしてます。でかいな。でかい。さ、9キロ確実にある。でも、9キロになったなって言ったのが、もう1ヶ月は経たないのかな。でもまあ、何週間か経ってるんで、もうちょっとまた増えていくと思う。いや、でかいな。でかいです。あの、標準の中の、はい、あの太ってるの手前ですね。そうそうそう、だから結構でかい方です。身長とかは？身長はね普通。じゃあでかいですね。横にでかいですね。重さがある。足とかだってすごいムチムチだもん。うちのはね、足がめちゃくちゃ太いんだけど、いや胴体がすごい細くて、足ばっかり太いから、すでにもうなんかその、スポーツマン体型というか、太ももに合わせると、胴体ぶっかぶかだし、胴体に合わせると太ももきついしみたいな。そうなんだ。そうですね。腕は普通ですね。へえ。なんでそんなお腹が細いんだろうね。いや、常に腹筋してるからじゃないですか。あ、そうなんですか。いや、もう腹筋がすごくて、腹筋っていうのは、仰向けの状態から頭上げてるんですか？いや、仰向けの状態で、V 字腹筋みたいにして、足も上げて、そう、足を上げて、首も上げるみたいな。あとはもう自転車漕ぎみたいな感じで、もう常に動いてるから、お腹ぺったんこなんですよ。
へえ、閉まってんだ、赤ちゃんなのに。だからなんかね、ぷっくり感がない、うん、全然。へえ、そうなんだ。だからお腹すっかすかなんですよ、その服着せても。あ、そうなんですね。珍しいですね。足だけパンパン。へえ、それはちょっとレアな体型ですね、多分。赤ちゃんってでも頭大きいから、はい、バランス変ですね。あ、そうですね、バランス変ですね。うん、なんか頭ちっちゃければかっこいい体型だろうけど。はい、気持ちいいです。はい。
癒されるの気持ちいい。うん、気持ちいい。ただね、湯出しが好きな人は好きだけど、これ酔っちゃうっていう人もいるんですよ。たまに。まあね、たまにはいるかもね。でも湯出しいいですよね。いいですね。頭がガサガサやれるんじゃないから、そんな気持ち悪くはないですね。私あんまりグーってやられるのよりかはちょっと分散してる方がそうさすったり揺らしたりが気持ちいいんですよね。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。で、丹野さんの施術を受けたいと思った方は、はい、ホットペッパービューティーから、はいはい、リンクを貼りますので、はい、何かお伝えすることありますか？ドームサウナ入ったんで、ぜひお願いします。はい、はい、ドームサウナ気持ちいいですので、はい、なんか冷えがある方、むくみがある方、なんかちょっとね、あの汗出してスッキリしたいなとか、はい、でもあと他のところでこれコリがほぐれにくい人もいいと思います。ね、しっかり最初に、そう温めておくと気持ちよく受けられますのでおすすめです。なかなかねそういう設備があるところってないので、はい、まあ、エステ系だと入れてるかもしれないですけど、整体と組み合わせるってなかなかないですね。そうですね。カイロとかも。カイロとかもいいでしょうね、はい、だから今こう固まってる状態だと、ね、動きやすくなると思いますね、うん、そうそうそう、はい、だから田野さんのとこだともみほぐし強もみの、まあ、特に強もみに特化したもみほぐしと、はい、カイロプラクティックとドームサウナ、はいはい、3本柱なんですかね。まあそうですね、はい、ということです。 See you